はい、よしーです。今回も、ハードオフで、ゲットしてきた、珍品をちょっと紹介したいと思います。まずですね、今回ちょっと目玉はこれなんですけども、後回しにします。じゃあですね、ちょっとサラサラっといっちゃいます。メモリーカード、プレステ1用のとプレステ2用のやつですね。両方とも110円でゲットしました。まあ、ジャンクコーナーの青箱の中に入ると、だいたい300円ぐらいだと思うんですけども、入荷したての時に、レジ前とかに置いてある時はですね、結構110円で在庫が多い時に並んでる時が多いんですよね。で、まあ、知ってる人はそこからもう100円で買っていっちゃって、100円じゃない、300円値付けされたものが、ジャンクの青箱行くので、まあ、メモリーカード買うならもうレジ前の、青箱に行く前にですね、ジャンクの定番棚に行く前に、買っちゃうのが、いいかなと思います。まあ、いくらあってももうメモリーカードはいいので、もう100円だったら結構いつも買っちゃいますね。で、まあ、いつも買っちゃうって言っても、そんなに、レジ前に100円並ぶっていうのもそんなに機会がないので、まあ、10枚ずつぐらいなのかな。まあ、10枚ずつでも、メモリーカードって寿命とかないと思うんですけども、まあ、いろんなゲームやっててですね、データ保存とかいろいろ使い道あると思うので、まあ、いいかなと思います。で、次ですね、カセットテープが並んでました。今じゃもうカセットテープってかなり貴重品になってきてて、でダイソーでも見たんですよ、この間。ただそれ90分テープなんですよね。でこれは20分のやつと50分テープで、こっちなんかもハイポジのテープですよね。でまあ僕の用途としてはハイポジだろうがノーマルだろうが、まあこれ音質が違うんですけども、意味はあんまり関係なくてですね、ファミリーベーシックの、データレコーダーっていうのをカセットテープで、プログラミングしたのを録音するんですよね。録音って言いますか、データ保存するんですけども、その時に、必要なので、カセットテープ見たら買おうかなと思ってて、これは100円だったのでちょっとゲットしました。普通カセットテープで300円以上値段がついてたりするので、結構お得だったと思います。でちなみにファミリーベーシックのデータレコーダーは、電池入れると焦げ臭い匂いがしてくるので、今度ちょっと修理したいと思います。ただこの動画はかなりマニアックすぎる動画なので、多分誰も見ない方はと思うんですけども、まあやってみます。で次ですね、レイジレイサープレステ1のゲームですね。最初見た時リッジレイサーかなと思ったら、レイジレイサーっていうの別のゲームがあるんですね。でまあ盤面も綺麗だったので、買っちゃいました。レイジレイサーなんですよね、これよく分かってないっすで買った時傷なかったのに、ガシャガシャ運んできたら傷がついちゃったので、ちょっと残念ですね。大切に扱いたいものです。で次ですね、プレステ2のソフト1本と、あとプレステ3のソフトですね。でプレステ2の方は、グランセフトオートサンアンドレス買いました。グラセフってやつですね。でこれなんか前に買ったんですけど、なんかすっごいケースが汚くてですね、これまあそこそこだったので、盤面も綺麗ですし、買っちゃいました。で次ですね、ガンダムシリーズですね。ガンダムユニコーンとガンダムエクストリームバーサスですね。この辺のゲームはちょっとわかんないんですけど、ガンダム無双的なやつなんですかね。トライ最高の戦いを感じろ、トライアルミッション。ガンダム無双とは違うのか。オンライン対戦もできるみたいですね。まあ、ちょっと時間見てやってみたいと思います。でこれはユニコーンのやつ、これストーリーモードなんですかね。まあ、ちょっとユニコーンでストーリーも分かってないんですけども、ちょっとゲームしながらちょっと体験してみたいと思ってます。で次がですね、これが、今回の目玉なんですけども、目玉っていうかなんで買っちゃったんだろうって感じなんですよ。ファミリーコンピューターネットワークシステムっていう、ファミコンの時代に、インターネットの接続、インターネットっていうのかな、ネット回線に接続する
機器だったんですね。通信アダプター、ファミリーコンピューター通信アダプターセット。セットだからなんか他にもあるんですかね。これだけじゃないのかな。あ、まあ、あれですよね。ここになんか差し込むものがあったと思うので、多分これがなんかついてたのかな。なんですかね、これは。通信アダプターのなんか、そこの場所に接続するためのなんかカードかなんか必要なんですかね。で、まあ、動作確認をしてみようかなと思うんですけども、まあちょっと時間あるときに。あ、で、これ一応今まで出てきたやつ全部ジャンクですね、これ。ジャンクで、100円、200円で買ってきました。で、これもジャンクで330円ですね。で、一応電話回線、電話機、電話回線、電話の回線を引いて、電話機にこっちから出すみたいな感じですよね。で、これまあ動作確認したといえ、まあ繋がんないんで、起動画面だけしかちょっと確認できないと思うんですけども、まあちょっと確認してみたいと思います。まあ売る方も売る方だけど、買う方も買う方ですよね。全く使えないものを買ってきちゃってるわけですから。まあちょっと足りないものもちょっとあるかと思うんですけども、起動画面とかちょっと見てみるぐらい見てみようかなと思ってます。まあなんで買っちゃったんだろうって今更ながら思うんですけど、まあ珍品として、まあコレクションになるのかな。コレクションにしたって誰に見せるわけではないんですけども、まあとりあえず買ってきましたので、ちょっと清掃してきれいにして取っておきたいと思います。今度時間ある時ちょっと動作確認してみたいと思います。今日はこんな感じで購入品紹介終わりにしたいと思います。こんな感じでゲーム関係の動画を上げております。もしよかったらまた見に来てください。ではまた。